お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュライナーって言うんですけど、今日このメガナイトーク使っていきたいなと思います。というわけで、まあ環境変わってからね、ちょっと何日か経って、こう、まあ何が強いとか何が今流行ってるとかが固まってきたわけなんですけど、新鋭艇が多いっす。本当にもう、ネタと呼ばれてたこう、おもちゃカード新鋭艇なんですけども、そこまで言ったらかわいそうだろって感じなんですけど、マジで、親衛隊ラム、親衛隊、なんだなんかいるんですよ、バルーンとか、こう、もう一枚ぐらいいたな。親衛隊、まあ、なんかいるんですよね。そう、いるわけで、まあ、親衛隊に対して、じゃあ強いのが強いってわけで、メガナイトも増えました。というわけで、今日このメガナイトークね、やっていきたいと思います。で、スケの枠はヒースピでもいいみたいです。まあ、お好みかなと。いうところで、まあ、僕はまあ、好きでいいかな、というわけで、好きでやります。まあ、ヒースピもね、まあ、間違いなく強いんですけど、まあ、このデッキには好きでもいいかな。まあ、ヒースピでもいいです。はい。お任せします。というわけで、やるんですけど、じゃあなんで親衛隊多いのってところで、ボーラー使えばいいじゃんってなるんですよ。まあ、なるんですけど、ボーラーが、あれですね。こうトリトンによって簡単にキング起動されちゃうんですよ。てかもう簡単すぎて、そのキング起動が。そう。なので減っちゃいましたね。そう。キング起動されるから、あ、俺ダメだってなって、ボーラーがもうね、お亡くなりですよ。お亡くなり。これワンチャントリトン延命、トリトン延命できちゃった。でメガナイトで踏んだらダメ、エレキくんな。あ、待って、やべ、待って、迷って、待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 って、危ね。そう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 。エレキ、今ね、メガナイトだけでもよかったんすけど、インドラが多分いるんすよね。インドラで簡単にね、処理されるのが嫌だったんで、ユニット受けたんですけど、相手ちょっと、プレイがあれですよ。めっちゃ攻めっきゃるな。よいしょ。さあ、結構きついっすよ、多分相手。ハンター？うわー！銃の調子が悪いな、あれ。銃の調子が悪い。いやー、これスケバレーとかで竹取られたらちょっと嫌ですね。まあ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 。さあ。さすがに来ますよね、と。ワンチャンザップ？おい。いいですね。ザップが見えてるな、今日。いや、もう鬼眠いの、今。鬼眠いのに、調子いいですよ。さあ。ひとまずディガー来ない。多分メガナイトスケバレーだと思いますけどね。なので、インドラはずっと相手は隠し持ってますね。ずっと隠し持ってる。さあ、すげえ攻め来るな。まあ、でも、これエレキを右サイドにつけれたら、インドラ突破できるんですよね。僕としては。インドラが来るのかっていう。いや、来ない。いや、来るんかい。まあまあまあ。あ、またハンター縁ってる。ナイス。で、どうしようかな。ホグ飛ばしたいな。ホグ飛ばして、でもメガナイトで踏まれるの分かってるんですけど、飛ばしたいっすね、一回。一回飛ばしたい。暇なので雪でも打っとく。いや、これはあれか？一回これポイズンあった方がいいっすね。絶対ホグ来る。で、相手これ攻めすぎ。絶対。ホグ飛ばして、ボーボイ最強マンジですね。さあ、これはまあ勇気打ってもよかったけど、打つ必要もなさげまるでしょう。というわけで、ボーポイがいい味を出しましたね。ああ、グッドゲームと。グッドゲームと。グッドゲームと。まあ、勝てば正義ですからね。さあ、トロ6000いきましたと。ですね、一つね、ちょっと、まあ別に大したことではないですけど、そんな。基本的に僕、毎日投稿はするようにしてるんですけど、やっぱこれからね、このクラロワリーグと言われる、まあ、言っちゃえば、こう、一番大きな大会ですね。一年のうちに、こう、僕ら、こう、選手って呼ばれる人たちにとっては、一番大きな大会がもうすぐ始まるんですけど、8月15からですね。まあ、始まるんですけども、まあそうなると、ちょっと毎日動画上げるのがね、多分厳しくなりますってわけで、多分ちょくちょくね、お休みすることが、まああると思うんですけど、まあそこはね、ちょっとご理解の方ね、お願いしますというのを、ちょっと言いたかっただけです。はい。というわけで、まあ本当に、多分毎日上がんないんです。というわけで、
詰んだわ、なんかトークがプレイはいいんですけどね、多分トークが詰むっていう、まあしょうがないよね。さあ、というわけで26ですね。26強いんですよね、今の環境マジで。こう何が強いって、高回転マスキーが強い、26が強いというか、もうマスキーが強いですね。マスケットの加法をね、僕は求めたいですね。あの三重子のあの3体だけ加法しないで加法してほしいです。お前わがままやんけってなるんですけど、あの大型なんで許してくださいって。大型の特権ですよ。大型、あ、大型じゃねえや、ミスった。大型は関係ねえな。あの末っ子ですね、僕末っ子なんで。あのなんかやっぱこう性格がね、いろいろあるんですよ。こう長男、なんか一番上とか、こう なんていうの、兄弟の何番目とかによってこう面倒見がいいとか、いろいろそういうのがあるんですけど、僕2人兄弟の上に姉がいるんですけど、言っちゃえば末っ子なので、まあわがままなんですね、僕自身が。まあなので、まあ末っ子なんでね、こうみんなでね、こう出社して練習とかしてるんですけど、そういうのがあった時になんかわがまま言っても、まあ末っ子なんでいいじゃんって最強の理由、最弱の理由までもあるんですけど、なんかまあそんな感じでね、ちょっとたまのわがままぐらい許してくださいよ。2.6 国さん、ミスしてくれ。これ多分ね、いやでもワンチャンいけますね。相手が完璧なプレーをすると通んないんですけど、完璧なプレーをできなかった時に通るはずなんですけど、いや通んないんですよね、それがマジで。いやこれワンチャンサイド変えるべきか、相手と。これ延命しちゃおう、いいですね。でここでな、マジポイズン打っちゃうか。左サイド削れるかな俺。ちょっと左サイド気持ち狙ってみます。一旦大砲が来る。お、いいぞ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 。事故る。おー、一発。いや、いいウッドだな。いや、入る。ナイス。さあ、マジであるぞ。マジである、マジである。ホグ来てもいい。オッケー。あれを多分、ポイズンで早めにね、あの、やっちゃえばいいんだな。で、ホグ飛ばして。うわ、止めてきた。うまい。それうまい。うまし、オープ。いや、うまい。ちょっと待って。あ、そうそうそう。なんなら手前に引っ張っちゃう。うわー、待って。俺の雪玉絶対いいのに。相手もうめ。あ、引っ張る。待って、ダメージめっちゃ追いついてきた。踏むでしょ？いいねー。あ、トリトンジジイ、トリトンジジイ。うーん。さあ、投げただけ。お前、それ、意味ねえからな、お前。ポイズン削り。あ、いこれ？あ、いこれ引っ張っちゃう。いいよ。からの、あ、これはいいんじゃない？これだって、ファイブ防衛とかしないといけないって。うわー、守るな。あ、来た来た、メガナイトジャンピングスマッシュ、うわしょー、ワンパンですね。あ、ホグ何泳いでんのお前。いやー、いいですね。という、まあ、相手がね、多分完璧に、完璧に完璧に、こう、スケとかアイスピーをこう、もうね、凍らして、こう、飛ばして、みたいな、神的プレイをされると、もうちょっと厳しいかもしれないですけど、なんかマスケはやっぱこう、ポイズンとかで溶かしちゃうと、なかなかね、メガナイトが溶けないとか、こうホグが溶けないとかがあるので意外と通りますね。で相手としてもまあトリトンとメガナイトがあるので言っちゃえばホグお前どうやって通すねんって感じになりますか。というわけで勝てます、よろしく。というわけでなんだメガゴ、うわーめっちゃいい人だこの人。だってよろしくって言われたから、多分よろしくって返したらありがとうって言われた。待ってめっちゃ気分いい。待ってエリゴレじゃね、ちょっと待って待って待ってお前気分全く良くねえ。うーん、違うか。いや、メガゴとか入ってないですもんね。ゴレだな。気分は、まあまあ、というわけで。ゴラーっぽい香りがしますね。キング起動してえな、早めに。ライドラで。ライドラフル HP のやつもう一回振ってこねえかな。さあ、待って、なんだ。あ、ジャイプリプリ。ジャイプリプリだ。これ D が来んのかな。あ、待って、お前、え、バカバカバカ、エレキよ、エレキよ、お前、何してんの、お前。一発目当たってねえんけ、お前。あー、ザップ来ないで。いいね。からの、これ逆サイに行くんですよ。同サイに行くと、ライドラだけのチェーンとかでやられるんで、両サイ行くと、相手ユニット2体出さないといけないんですよね。こう、特にこういうね、ジャイプリプリとか、1体1体が、こう、ちょっと重めのユニットだとね。さあ、素晴らしいですね。
でもこっからですね、 JPP ライドラメガゴエレキがないところで、何がどうなってんだ。 JPP ライドラメガゴディガー5ザップか5ウッドザップですね。安け使いたくねえな。ケツJが来るのかどうかなんですけど、ケツ J は来ない。ハンター使っちゃっていいな。使っちゃって、まあ、ジャイ来たら踏むだけですよね。来たら踏むだけ。うん。いやでもこれトリタンで金技能したかったんだよな。まだ、あ、踏んでいく。お、待って、エレキお前さっきから、お前奥やで本当に。俺はなんならザップっていいよ。あ、待って、お前そっちじゃねえだろ、どう考えたの。ボケ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 。いや無能じいさん、あーやべ、ちょっと待って、無能じいさんいたな今。これ一回守った方がいいですね。一回守った方がいいな。ファイブ飛んでこねえかな。いや無能じいさん頑張れ。無能じいさんむしられる。わ、いいな、そのプリンスはやりますね。で左側に端前じゃいか。うわ、ここでフォグ飛ばしちゃいます。で、あ、うわ、それうめえ。ちょっと待って、ちょっと待って、それうめえ。うわ、待って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 。あ、フォグー呼んじゃったよ、名前。名前呼んじゃった。いや、待って、びっくりした。今は、僕、完璧な防衛みたいなの見せてたんですよ。で、フォグ飛ばすタイミングはめっちゃ良かったと思います。で、なんすけど、トリトンで引っ張るから、って油断してたらトリトンとエレキだったかな、ファイブめっちゃいいエイムしてましたね。あ、焦りますね、あんなことが起きますと。僕のホグがたまたまね、多分誕生日だったんですよこいつが。そう、たまたま多分今日ラッキーデーだったんでね、まあ、いい感じになったねっていうと。あ、皆さん、あのアイゴレキング起動したいと思います。うわ、すっげえ、お前殴んじゃねえボケ。いや待って、これキング起動できねえ。遅え、やべ、早かった、ミスった。これできねえ、多分。普通にタワーに行く。ああ。シャシャリがち。まあまあまあ、そういうこともありますよね。引っ張れない。僕のハンターは引っ張れ。僕のトリトンは引っ張れない。ああ、なんだこれ。ああ、バルーンだな。さあ、バルナーですね。なので、ここに一回ボムタワーちゃんが来ます。で、雪持って、相手ディガー使ったので大丈夫ですね。うわぁ、こいつも大丈夫だな。多分、おととい誕生日だったっすね、こいつ。で、タルババがあるんで、一回タルババを裂いたところをトリトンで受けつつ、このトリトンがうざいでしょ？いいですよ。素晴らしい。スケか。優秀だな、あいつ。で、ハンター大事に行きたいですね。一回もホグ飛ばしちゃって、ボムタワーを使ってくれたら使ってくれたでいいんですよね。そしたら、まあ、ケツメガナイトから入って、反対雪玉で守る感じですが、ワンテンポ待って、ケツマスケに被せたいな。ケツマスケと被るとね、すごいいいんですよ。相手のマスケットと端付近にメガナイトがぶつかるので、よいしょ。そう、こうなると、相手のマスケットを軽く処理できて、相手も無理に延命したらね、延命できずにとかがあるので。さあ、これはね、まあ、あるあるですよね、これは。あるある。うおー、お前守るんかい。いや、待ってよ。いや、これは飛ぶな。飛んで、ボムが来るが。いや、そっち行くんかい、お前。今、もうちょっと首じゃねえ。腰ひねればね、いい感じになってましたね。さあ、スキルで警戒してるアピールをして、まあ、ディーガーが飛んでくるんですけど、まあ、あんなのもうね、雪玉飛ばすかなんかゴリれば、なんとかなりますね。アンヌポイズン打っちゃって、ポイズンないように見えんのかな、このデッキで。あー、いいタレだな。延命できるの、いや、めっちゃいい。あ、延命でボム壊れたらホグ飛ばして雪打つ。でエレキから入りますか、一応バルーン警戒でね。でトリトンで引っ張る。下げる。トリトン歩け。ナイス。で、煽られる。まあまあまあ、一回、ここからの残ってるんで、決めがして、
雪玉がちょっと奥の方にあるのが怖いかな、ワンチャン。ワンパンされる。で、まあ、ディが降ってくるが、うわ、待って、ワンチャンやべ。お、おー、ナイスナイス、ハンター一発最後、縁いってる。で、ボムが来る。まあ、一回ポイズンで、様子見。オッケーオッケーオッケー。で、ちょっと、あ、待って、ナイス。いいね、いいね、いいね。で、相手としても、ちょっとね、ユニットを咲かないと。あー、ディガー咲きました。ディガー咲いたら、あの、相手ができるのはバルーンマスケットとか、そういう攻めなので。うわ、やべ、ワンチャン持ってきそう。ワンチャン持ってくれそう。ちょっと待って。あぶねえ。あぶねえ、あぶねえ。はい、来たー。これは、さあ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 。レディゴーオッケー、グッドゲームですね。まあ、雪玉がね、マジでいいですね。最近バルーンもちょくちょくいるんですよ。てか、ホグとか、バルーンとかホグとかがいるので、で、枯渇もまあ、いないことはないけど、そんなね、多いわけでもないので、雪玉のね、採用っていうのもね、すごいね、いいところかなと思います。ってわけで、このメガナイトグね、今ね、非常におすすめです。ですけー、この骨だけはマジ俺は許せないっていう人はぜひヒースピに変えてね、やってみてください。というわけで終わります。よければチャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。